シキーニャ・ゴンザーガこと、フランシスカ・エドビゲス・ネベス・ゴンザーガ、フランシスカ・エドウィーナ・スネイベイズ・ゴンザーガ、1847年10月17日から1935年2月28日は、ブラジルの作曲家、ピアニスト、指揮者。ゴンザーガは、フランシスカ・エドウィーナ・スネイベイズ・ゴンザーガとして、リオデジャネイロで、村トの母と白人の父の間に生まれた。父は、 彼女の生後元帥となった。彼女の名付け親は、ルイース・アルベス・デ・リマイー・シルバ公爵であり、親友の一人には、ブラジルのファーストレディであった、ネア・デ・テファがいた。彼女が受けた教育は、陰ンなン軍人の娘を意味する新ウン派となるものが、一般的に受けるようなものであった。読み書き計算に加え、 真の淑女の証である音楽、特にピアノの奏法を学んだのであった。1863年、ゴンザーガは16歳で海軍の役人であった、ジャシント・ドゥ・アマラルと結婚した。8歳年上であった夫は、彼女が音楽の道を追求することを認めようとしなかった。結婚生活はうまくいかず、3人目の子を産んだ。ゴンザーガは、夫の元から逃れ、父からは、 死んだことにされ、口に出してはならない名前にされてしまう。ゴンザーガは、一般的には男性向けとされた、舞踏会やショー炉の集まりに顔を出すようになった。そうした場所で、フルート奏者のジョアキン・カヤドと出会った彼女は、彼のグループである、オーショーロ・ドゥー・コラドで、初の女性奏者として、活動を始めた。この時期、ゴンザーガは作曲家として、最初の成功作を生み出す。 1877年のアトラーンテであり、少女の集まりの中で、ピアノで即興的に作曲された楽曲であった。当時、彼女は有名ではあったものの、この時代の男性優位の社会からは、厳しい批判を受けた。活発な市民であったゴンザーガは、同時代のブラジルにおける、あらゆる社会運動に関わっていた。ブラジルにおける、奴隷制の廃止に向け奮闘したほか、 共和主義運動にも加わった。ゴンザーガの作品で最も知られるのは、アブレイ・アラスのようなブラジルのカーニバルのための作品、およびオペレッタ、フォーロボドやジュリタイのような舞台作品である。最も録音点数が多いのはガウショである。ゴンザーガはリオデジャネイロに没した。2012年5月、ゴンザーガの誕生日をブラジルのポピュラー音楽の日と定める法律が制定された。 ありがとうございます。